イオンタウン古川は宮城県大崎市にあるイオンタウンが管理、運営するショッピングセンターである。ロック開発による当地への出店計画が明らかになったのは1996年であった。当初の計画は敷地面積10万7千平方メートル、店舗面積3万平方メートル規模で、1997年秋には開店を目指していた。 しかし実際に出店申請が行われたのは1997年3月で、敷地面積は14万平方メートル、店舗面積41,063平方メートルと、当初案より拡大、開店は1998年7月の予定とされた。申請内容のまま認められれば県内最大のショッピングセンターとなるはずであったが、地元商店会は出店に 反対の姿勢を示し、1998年2月には出店拒否の意向を盛り込んだ意見書を大規模小売店舗審議会、東北審議部会に提出した。しかし3月、審議部会は店舗面積を24,093平方メートルに減らすことで出店を認める審判を出し、10月には現地で非公式が行われた。1999年3月、 ジャスコが運営するマックスバリュー古川店と地元企業である高勝が運営する高勝ホームプラス古川店、マシマ家具店が運営するホームランドマシマ古川店を各店舗として開業した。開業後、入居店舗は様々な変遷を経た。各店舗の一つであるマックスバリュー古川店は2008年8月にイオンからイオンリテールに移管され、 2010年2月にはイオンリテールからマックスバリュー南東北に移管されている。その後2011年7月にはザビック古川店に業態変更した。高勝運営のホームセンターは高勝がホームセンター部門から撤退したことに伴い、2008年6月より同部門の譲り受け先であるホーマックの店舗に転換し、ホーマックスーパーデポ、古川北店になった。 ホーマックが譲り受けして、ブランド転換した5店舗の中で、唯一のスーパーデッポ店である。ショッピングセンター自体も、2011年9月1日に、イオン株式会社が、ロック開発株式会社のすべての株式を、取得100、100%個会社化して、社名を、イオンタウン株式会社に変更したことに伴い、施設名のロックタウンフルカワを、イオンタウンフルカワに改称されている。 ロックタウンフルカワに関するカテゴリー、ありがとうございます。